お待たせいたしました。ただいまより2022年全日本スーパーフォーミュラ選手権第9戦第21回ジャック鈴鹿グランプリ表彰式を始めてまいります。なお今大会の表彰式は新型コロナウイルス感染対策を講じた上で執り行います。表彰式をご覧の皆様もソーシャルディスタンスに配慮してご覧いただきますようお願い申し上げます。さあそれでは3選手ご紹介しましょう。皆さんどうぞ大きな拍手でお迎えください。見事優勝はカーナンバー15番チーム無限笹原優勝笹原の表彰式おめでとうございます。皆様おめでとうございます。